今日はね、はい、掘り出し物の中古車が入ったということで、はい、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってまいりました。はい、ほいで今日担当していただくのが、はい、営業の山中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、今日ご紹介のお車、はい、こちらですよね。そうですね。これは何というお車ですか？鈴木さんのスペーシアですね。あの人気の？人気のやつです。鈴木のスペーシア。スペーシア、いいじゃないですか。いいですよね。じゃあもう早速お値段お聞きしますよ。行きましょうか。車両本体価格おいくらですか？はい、ズバリ税込み68万円。お安いんじゃないですか？はい、人気のスペーシアですよね。スペーシアですね。あのコマーシャルやってる。コマーシャルやってる。じゃあいろいろ聞いていきますね。はい、こちらまず年式は？年式が平成27年11月ですね。ということは何年落ちですか？8年落ちですね。8年落ち。8年落ち。ちょっと経ってますね。ちょっと経ってますね。じゃあ走行距離もかなりいってるんじゃないですか？思いますよね。はい。4万9000キロですね。あ、意外。意外。あんまり、あんまり年数の割にはいってないじゃないですか。まだまだいけそうですね。まだまだいけると思います。それでこちらグレードは？はい、グレードがね、 G グレードになりますね。 G グレードっていうのはどれぐらいの？まあスタンダードなベースグレード。ベースグレード。なるほど、はい、ちょっといろいろ聞いてみましたけど、はい、ただね、はい、それだけではちょっと高いか安いかわからないんで、はい、もっと詳しく見ていっていいですか？はい、どうぞ。じゃあ舐めるように見ていきますんでどうぞどうぞ。よろしくお願いします。お願いいたします。じゃあまずは、はい、いつも通り、はい、外装からいきましょうか。今日はね、はい、ちょっとあの、はい、中から行きましょうか。今日は中からなんですか？中から行きましょう。え、なんでですか？ちょっと事情が。事情があって。飽きられるとか。いやいや。どうしても中からがいいですか？中からお願いしたいます。わかりました、わかりました、はい。じゃあ今日は中からということで。はい、理由は後ほど説明させてもらいます。しゃあないですね。お願いします。じゃあ今日は中から行きますね。行きますね。お願いします。はい、じゃあ開けてください。はい、こちらですね。はい。はい。はい、内装こんな感じですね。こんな感じですね。はい。あ、意外と綺麗？そうですね。あ、綺麗じゃないですか。はい。え、8年経ってるんですよね。そうですよね。え、結構綺麗じゃないですか。はい。ね、え、フロアマットは？フロアマットもそんなにね。あ、ほんまやほんまや。そんなにね。はい。さすが5万キロ走ってないだけありますね。そうですよね。結構綺麗でした。はい。はい、改めて見ますけども、はい、こんな感じね。そうですね。はい。めっちゃ綺麗じゃないですか。綺麗ですよね。横もね。はい。はい、ハンドル周りから、はい、この右ね。そうですね。はい。で、改めてもう一回。もう一回。下の方も。見ていただいて、掘り出してきましたね。掘り出してきましたか。来ましたね。 ありがとうございます。なかなかいいじゃないですか。ありがとうございます。ほな座ってみましょうか。はい、わかりました。いつも通り。いつも通り。シートチェックしましょうか。シートしますね。そうですね。はい、はい、失礼します。はい、よっこい小一。はい、出ました。はい、ありがとうございます。はい、今日一。はい、家山です。これが今日一。今日一。もうちょっと、ね、もうちょっと面白いことね。でまたね、はいはいはい、チョイスしましょう。はい、でシートチェック。うんうん。はい、どうですか。あ、問題ないですね。問題なし。はい、何も問題なし。問題ないです。ここも大丈夫。はい、大丈夫、大丈夫。ここも大丈夫。はい、まあ8年落ちの5万キロですから、はい、シート大丈夫ですよね。はい、問題なしで、はい、これで内装の装備ですね。はい、どんなもんがついてます？そうですね、ナビがついてますね。ナビがついてます。こちら、はい、あ、カロッツェリアのナビ。カロッツェリアのナビですね。あと何がついてますか？あと ETC ついてますね。ETC がついてますか？はい、どこについてますか？こちらですね。こちらに、ちょっと待ってくださいよ。はい、どこですか？どこですか？ここですね。あ、ここ。はい。あ、ここね。はい。ETC ポジションちゃんとあるじゃないですか。ありますね。あとですね、はい、バックカメラがついてますね。あ、バックカメラついてるんですか？はい、ついてます。あ、これですね。はい、そうです。山中さんを疑ってるわけじゃないんですけども、はい、一応確認させてもらっていいですか？しましょうか。じゃあエンジンのかかり具合のチェックも兼ねて、はい、ちょっとかけてもらっていいですか？はい。エンジンかけますね。はい。はい。良好ですね。良好ですね。エンジンは良好。良好。これでバックカメラが？バックカメラ入れますよ。はい、バック入れてください。はい。はい、あ、ちゃんと映ってますね。ちゃんと映ってますね。問題ないですね。はい、大丈夫です。嘘つきじゃなかったですね。嘘つきではなかったですね。嘘つきではなかった。良かったです。良かったです。このお車ね、はい、あの小物入れが充実してるんですよ。あ、そうなんですか。はい。はい、どんなところが？もうあれ。はい、ここはもう当たり前ですよね。ここと、ね、このところね、まあ、ここは定番ですよね。定番ですよね。それとあとここも、あ、この上、はい、はい、この上もありますね。この上があるんですね。そうですね。あ、ちょっと待ってくださいよ。はいはい、え、これなんですか。これなんか、あ、これティッシュを、はい、ボックスティッシュをね、置けるように。あ、そうなんですね。はい、あ、めっちゃいいじゃないですか。そうですね。ここからスッと取れてね、取れますよ ね。やっぱり女性に人気っていうだけあって、ありますよね。そういう心遣いね、細かい心遣いできてますね。できてますね。で、ちゃんと蓋がついてるのもね、あ、出しっぱなしじゃなくてね、ほんまですね。あの、ピラピラが見えないように、ね、見えないようにね、
あとね、はい、横もね、あのいろいろものが入るようになってますね。横ね、横ね。はい。あ、これですよね。そうですよね。はい。あ、ここ、ここペットボトル。ペットボトル。で、ここいっぱい入る。入って、で、その上も入る。はい。で、ここも入る。入ると。あ、これは取ってやから。あ、これは取ってか。まあ、取ってに物入れる人多いからね。多いけど、取ってやけど物入れにもなりますよと。なりますよと。あとね、はい、ちょっと言い忘れてましたけどね。何を言い忘れてたんですか。運転席のね、はい、シートヒーター。シートヒーターがあるんですか。ついてますね。あ、ほんまや、シートヒーターついてる。ついてますね。じゃあ僕も言い忘れてたんですけども、はい、これ結構背高いですよね。あ、上天井余裕ありますよね。そうですね。めっちゃありますよね。はい、めっちゃありますね。これめっちゃ胴長い人でもいけますよね。いけますね。大丈夫ですね。僕の知り合いでね、はい、まあまあ胴長い人おるんですよ、はい、その人でもいけそうですね。いけると思いますね。いけますね、はい、大丈夫ですね。はい、大丈夫だと思います。ほら次後ろの座席行きましょうか。そうですね、はい、はい、なあ、そこから開けてもっていいですか。いやごめんなさい、これはちょっと残念ながらね。え、なになになに。手動なんですよ。手動なんですか。手動なんですよ。え、右も左も。はい、残念。残念ですね。じゃあ手動で開けてもっていいですか。はい、はい、じゃあ手動で開けさせてもらいます。はい、お願いします。はい、こちらですね。はい、ピー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 って感じですね。今のは何ですか。ちょっと突っ込んでみました。ちょっと入れてみました。なるほど、はい、で後ろこんな感じ、はい、やっぱり広いですね。そうですね、このタイプのね、軽やけど広いですよね。そうですね。でシートもめっちゃ綺麗じゃないですか。綺麗ですよね。やっぱり8年言うても、はい、5万キロも走ってないんで後ろも綺麗ですね。そうですね。こんな座ってみましょうか。そうですね、はい、お願いします。はい、失礼します。よし、これいいですね。あ、いいですか。はい、問題なし。問題なしですね。で広々ですよね。広々ですね。これも上広いですね。ね、大丈夫ですね。大丈夫ですね。普通に座って怒んないからありますもんね。じゃあちょっとね、はい、おっさん一人が座ってても、はい、ちょっとわからないんで、はい、助っ人用意しましたんで。あ、助っ人ですか。ちょっと入ってもらいましょうか。はい、助っ人。はい、じゃあちょっと入ってください。あ、私は。はい、二人並んだよ。あ、全然広いじゃないですか。広いですね。これやったらセクハラされるんですみますね。セクハラ言うな。大丈夫よね。これで、あれですよね。やっぱり背が高い。はい。胴が長い人でも大丈夫。大丈夫ですね。全然大丈夫ですね。はい。大丈夫。後ろ2人乗っても全然大丈夫ですね。全然大丈夫でしたね。ね、ほんな4人乗っても全然大丈夫ですね。大丈夫です。大人が4人乗っても、はい、熊さん4人乗っても。熊さんはしんどいかな。熊さんはしんどいかな。じゃあいよいよ、はい、外装チェックでいいですか。はい、お願いします。もういいですか。もう行きましょう。はい、ほんな外装チェック。はい、はい、まず前から。はい、はい、こんな感じね。こんな感じですね。やっぱりスペーシアいいですね。いいですよね。かわいいですね。はい。あ、んで傷ないじゃないですか。そうですね、今のところね。そうですね、まあ、5万キロなんでね。そうですね、そんな傷はないかなと思いますね、はい、ほな横も行っておきましょうか。はい、行きましょうか。はい、横も見ましょう。はい、はい、あ、ヘッドライト綺麗。おいで、横横、はい、横ですね。はい、よく行きましょう。え、結構ピカピカじゃないですか。そうですね。え、これ結構ね、手入れ行き届いてますね。手入れできてますね。そうですね、ね。で、ここはここ一番当てやすいとこ。ここ一番強い。はい、あ、全然大丈夫。はい、まあ、年数経ってて5万キロなんで、はい、まあ、小傷がありますけど、そうですね、意外とね、意外とね、綺麗でしたね。はい、ほな後ろ行きましょうか。左行きません、右行きません。あ、右行きますか。右行きましょう。なんか怪しいな。右行きましょう。右行くの。右行きましょう。どうしても。どうしても。わかりました、はい、右ね。右どうぞ。はい、お願いします。じゃあ右行きますよ。はい、もうしゃあないな。しゃあないな。じゃあ右からね。はい、はい、右の横。はい、はい、もうここも大丈夫やし。はい、はい、で大丈夫ね。大丈夫ですね、はい、いや、ほんま綺麗ですよね。綺麗ですね。結構綺麗綺麗。でアルミホイル？アルミホイル入ってますね。社外品ですけどアルミホイル入ってますね。入ってますね。これちなみに何インチですか？はい、これね14インチですね。14インチの社外アルミホイル。はい、そうですそうです。でタイヤの溝も大丈夫そうですか？まだ大丈夫そうですね。まだまだいけます？いっぱいあるとは言いにくいですけどね。なるほど。しばらくはいけそうです、ね。しばらくは残ってます。で最後後ろ行っていいんですか？はい、いやもう後ろ取ります？後ろ。後ろいる？いや、いるでしょ。いる？え、後ろいらない？いや斬新ですけどね。斬新ですよね。後ろ映らないっていう。はい、じゃあ後ろ見ますね。じゃあ後ろ行きましょうか。はい、後ろ見ます。はい、どうぞ。はい、後ろこんな感じです。山中さん邪魔なんでどいてもらっていいですか？僕邪魔？はい、もうバレてますから。バレてます。あ、わかりました。バレてますから。はい、はい、あ、ちょっとこれ、なんですかこれ。ちょっと当ててるじゃないですか。ね、ちょっと当たってしまってますね。これポールか何かに当ててますよね。そうですね。これはえらいこっちゃじゃないですか。そうですね。でもね、はい、あのきっちりきれいに直してお渡ししますので。これは直すんですね。はい、修理させていただきますんでね。中谷さんの板金チーム優秀なんで、はい、これはもうきれいに直ると。はい、きれいに直します。逆にいいじゃないですか。はい、ありがとうございます。ねえ、まあ、不幸中の幸いというか、はい、ピンチをチャンスに変えるというか、はい、逆に綺麗になって、そうですね、ありやということにしておきましょうか。はい、もうね、前向きに前向きね。そうですね、はい、はい、ここのね、はい、後ろは綺麗になります。はい、
ご安心ください。じゃあ最後ね、はい、ラゲッジルーム行きますか。これ見とかなあかんでしょ。そうですね、これ見んことには、はい、終わらないんで。終わらないですね、はいはい、とりあえず開けてもらって。はい、じゃあ開けますよ。はい、お願いします。はい、こちらですね。よし、はい、はい、あ、結構広いですね。ね、軽自動車やけど、はい、まあまあスペースありますよ。ありますよね。で、これはシートアレンジできるんですよね。シートアレンジできますね。ちょっとやってみますね。はい、お願いします。はい、じゃあこれ倒します。はい、これ倒します。前に倒しました。はい、で、ここの段気になりますけれども、はい、これはこれをきれいに直し、直ります。直ります。はい、倒します。はい、戻します。はい、倒します。よいしょ。はい、これもう段取り悪いな。すいません、ちゃんとやってくださいよ。ちょっと前に出しますね、はい、ちょっと前に出す。はい、前に出します。運転席前に出したら、はい、はい、あら不思議。はい、はい、ぺったんこになりましたね。はい、なりましたね。ちょっと段取り悪かったんで、はい、こっちでリベンジしましょうか。リベンジしましょうか。はい、こっちもう一回やってもらっていいですか。はい、わかりました。はい、じゃあまずはこちらですね。なるほど。はい、ちょっと前に出します。これ前に出すんですね。はい、前に出します。はい、これ前に出しました。はい、はい、ほいで、それからこれですね、こちらを倒します。はい、これパターンを倒す。はい、で、このレバーをで、そこからさらに行くと、はい、こういう形ですね。はい、こういう形に、はい、なりましたね。はい、これ編集でうまくやってくださいよ。いや、しませんよ。なんで。めんどくさい。なんでめんどくさい言わんとったよ。いや、もうフルで流しますから。いやいや、フルで流さってくださいよ。じゃあちょっとお楽しみに。はい、はい、公開をお楽しみにしてもらっていいですか。お願いします。じゃあ何が変えるか。何が変えるか。これやっとかなかないでしょ。そうですね、はい、何が変えるか。何が変えるか行きましょうか。ていうか、この下なんかあるんですか、スペース。ちょっと見てみましょうか。そうですね、ちょっと開けてもらって。開けますよ。はい、ありましたね。これですね。ありました。はい、あ、ジャッキと、はい、で、パンク修理キット、はい、あ、ここに、ここに、あ、ここに行けますね。ここに行けますか。ちょっと平べったいな。平べったいな。何入るかな。何行けますかね。何変えるかな。何変えるかな。買う、じゃあ10秒でお答えください。10秒。はい、うなぎのかば焼き。これ買えるとかじゃないからね。もう加工してますやん。もう開いて焼いてますやん。焼いてるね。焼いてるね。焼いてますね。薄いもんだって。まあ、確かにね。これ薄いからね。薄いもんね。でもうなぎのかば焼きって、まあ、言わしてるんですけどね。ありがとうございます。ということで、はい、今回は中古車、はい、スズキスペーシアの紹介でした、はい、ちょっとまとめますね、はい、こちら年式は年式が、平成27年11月ですねの8年落ち8年落ちで、走行距離は4万9000キロですね。5万キロ行ってないと。行ってない。で、グレードはグレードが G グレードですね。こちらベースグレード。はい、ほいで、はい、車両本体価格おいくらでしたか、はい、税込み68万円。安いですね。はい、いや、これ安いですわ。ありがとうございます。いろいろ見てきましたけど、はい、後ろも綺麗になるし。そうですね、これはありやと思います。ありがとうございます。ただ一つ質問です。はい、車検はこれはどうなってますか。令和6年の11月まで残ってますね。ということは来年の11月まで。そうです、そうです。まあ、1年以上残ってるじゃないですか。そうですよね。1年半ぐらい残ってますね。そうですね。で、もちろん整備はきちっとしていただけるんですよ。はい、やらせていただきます。じゃあ車検が1年半つきまして、はい、後ろは綺麗に直りまして、はい、整備はきちっとしていただいて、はい、一番気になる、はい、支払い総額、はい、こちらはおいくらになるんでしょうか。一番気になりますよね。なりますよね。ズバリ税込み78万円。安い。はい、これは安い。これ安いです。これ言っときましょう。言っときましょう。これはありやと思います。ありやと思います。で、ボディ綺麗ですもん。そうですね。で、色はね、やっぱり好み分かれるところですけ ど、この色好きな方は、はい、もう絶対お買い得やし。お買い得ですね。ありやと思います。はい、ありやと思います。ただですよ、はい、一個だけ、はい、一個だけ問題点がありまして、はい、もう皆さんお気づきやと思うんですけども、はい、なんかないんですよ。なんかないですよね。ここにないんですよ。ないですね。何がないですか。もちろんもドライブレコーダーですよね。ドライブレコーダーないんですよ。はい、これはどうしましょう。はい、ボッツの挑戦を見たよおっしゃっていただきましたら、当社指定のドライブレコーダーをお付けさせていただきます。これは言わないつかないんですよね。つかないです。もう毎回言いますけど、言わないとつかないんで、はい、必ず、必ずボッツの挑戦見たと言ってください。はい、はい、そうですね。そしたらドライブレコーダーついてくるんで、はい、ただですね、大阪府以外の登録の方は別途費用をいただきます。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今回は中古車スズキスペーシアの紹介でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。